MIA ムーバーはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ都市圏にあるマイアミ国際空港にて2011年9月9日に開業した自動案内機場式旅客輸送システムである。MIA ムーバーはマイアミインターモーダルセンターの一部としてマイアミ国際空港メインターミナルマイアミ中央駅及びレンタルカーセンターの間を迅速に旅客輸送できるように設計されている。 2007年までに空港への既存のメトロレールシステム拡張の代わりとなるピープルムーバーの建設は地方自治体のために空港ターミナルへのより良い接続性を提供するのに好ましい選択肢であった。2009年3月2日に正式に計画事業が発表されて開始された。2020年までに毎日4万8千人の訪問客を輸送することが計画され、 MIA ムーバー建設にはデザイン構築方法を利用し、マイアミデード軍航空局の資本改善プログラム及びフロリダ州運輸局からの収益の組み合わせから建設費用が支払われる。マイアミ中央駅の完成予想図完成すると、概算で約二億五千九百万ドルかかり、MIA 駅から二点零四キロメートルの連絡路を東に移動し、中央大通り及び NW21 番街ストリートの最後へ、そこで北にカーブし、マイク駅に至る。コンクリート製のガイドウェイは、一般的に平均12メートルの上り勾配の高架となっており、37メートルおきにコンクリート製の橋脚によって支えられている。車両には、三菱重工業、クリスタルムーバーを使用している。MIA ムーバーには、マイク駅及び MIA 駅の2つの駅がある。 マイク駅はマイアミインターモーダルセンターの4階に位置する路線の東側の終点駅である。当駅にはメトロレール、アムトラック、トリレール、バス及びタクシーに連絡することができるマイアミ中央駅へのスカイウォークによる連絡に加えてレンタルカーセンターへの直接アクセスが両方できることが含まれる。当駅は F. ドットによって建設された。MIA 駅は フラミンゴドルフィン駐車場との間のメインターミナルビルの3階に位置する路線の西側の終点駅である。マダドによって建設され、アプム車両用の保管及びメンテナンス設備は MIA 駅の下に位置している。ありがとうございます。